いしょ。30分だけとかにしようかな。30分だけ。こんばんは。かわいい。ありがとう。ありがとう、ありがとう。9時45分まで。やっほー、ちかちゃん。ほしさん。やっほー。久しぶりにライブしてみようかなと思って。10時くらいまで。ね、お久しぶりですよね。おうちでーす。おうちでーす。つるちゃん。つるちゃん。いや、おやすみ？寝るの？早。シミ取り。あ、すっぴんじゃないです。塗ってますよ。でもフィルターつけてない。昨日、一昨日かセルリターン注射ってやつやってからめっちゃ肌の調子がいいんだけど。息子くんはね、息子くんは今あれです、春休み、プチ春休みなので島根に帰ってます。だからね、一人なんですよ。そうだから YouTube 見てる。このポッピンアラジン、いつもこっちの部屋でさ、息子寝るからさ、なんか結構静かにこっちのテレビで見るんだけど、今日はね誰もいないからガンガン流してやってます。そう、前髪切った。どうでしょう、眉毛の色と合ってないんだよね。そう、髪色めちゃくちゃ明るくなった。そうなんですよ、セルリターン注射。そう、肌綺麗。肌荒れした時のケア、肌荒れした時はね、とにかくね、何もねなんか塗らないです。保湿をとにかくして、なんかその余計なものを塗らないとか。このリップめっちゃ良くて、ヌグレイ、ヒンスって韓国のあるじゃないですか。ヒンスのなんかプロデューサーが作ったみたいな、プロデューサーなんか作ったみたいな、セルリターン注射。そう、セルリターン注射がブランシェクリニックっていうところでしか打てなくて、そう、そこがなんか日本初みたいな感じでした。めっちゃ良かった。なんか毛穴とかシワとかに効果的みたいな、トーンアップもしてくれるみたいな。一人の時間大事。お、小平くん、あいちゃんのボイプラの推し、ボイプラのね推しはね、ゴヌクです。ゴヌク、ゴヌク、マジでゴヌク、初回からゴヌクでした。でもワンピックになったらケータになるかもしれないですね。ケータの本国票がちょっと弱すぎて、さあデビューできるか危ういじゃないですか。ケータはゴヌクはね、多分もう安定圏内ですよ、 K グループだし。そう、てかボイプラ見てる人いないか、わかんない、どうだろう。島根なんだね。そう、ハニちゃんみたいな前髪。そう、ハニちゃんにしてくださいって言った。二人きりです。ありがとう。髪型好き、ありがとう。あー、ネイルのお姉さん、ありがとうございます。ネイルめっちゃ可愛くないですか。こんな感じですね。ボイプラ見てる人とボイプラについて語りたいんだけどね。コメントいっぱいくださいね。セルリターン注射いくら？セルリターン注射はね、12万円でした。だっけ。お仕事は何してますか？なんか、先々月ぐらいまで普通に会社にいたんですけど、の会社を辞めて、まあ、自分の会社を作って、そこでちょっといろんな仕事の準備をしてます。今そうだから、結構さ、平日の昼間さ、例えば友達とランチしたり、どっかさ展示会行ったり出かけたりして、あれ愛ちゃん仕事は？みたいな感じで思った人も結構いるかなって思うんですけど、
そう、そういう理由で今普通に働いて、働いて普通の会社には勤めてないですね。うん、こんばんは。ボイプラ見始めました。なんなのね。でもっと布教していこう。そう、今がね一番面白いからね、多分ね。今日も可愛い、ありがとう。数日前に出産して退院しました。愛ちゃん見習って新生児の茶が、おめでとうございます。無事に、無事にね、よかったよかった。私はね、新生児の頃は実家に帰ってたんですよ。息子が2歳とかになるまでずっと島根にいて、島根でずっとお母さんに頼ってたので、お母さんと来て母に頼ってたので、新生児のお世話ねほぼしてないんですよね、私。あんたね、ほぼというか結構頼ってた。ネイルピンクです。ピンクのマグネット爪先だけ。ロリちゃん産後どうやって最近戻しましたか。うん、産後は結構実家のご飯だったからニャニャしてたっていうのもあるんですけど、あとなんだろうな、アスパカとかめっちゃやってました。そう、あとまあストレスで痩せたっていうのもあるかな。あんま良くないんだけどね。顔めっちゃちっちゃくないですか。ちっちゃいかな。もうここでリフト注射みたいな、あ、リフトなんだっけ、ボトックスリフト。みっちゃん、みっちゃん、みっちゃん会いたいな。前髪ありにありありがとうございます。結構ね前髪ありがしっくりきてます。私もこの間女の子と4次会4次会までしてうまくいかなかった。そんなことある。お互い緊張してたのかな。4次会までなんかさ、変にさ、なんか飲みで4次会までなんか行くより、サクッと2次会とかで切り上げて次につなげた方が良かったんじゃないって思うけど、どう思いますか。なんか4次会まで行ったらなんかもうどこにも行けないよね。いろんな意味で。可愛いです、ありがとう。早稲田の整形は第一志望でしたか。いや、第一志望じゃなかったですね。私はもともと横国に行きたくて、その国公立だったら、で、あれオープンキャンパス行ったら、でも横国の場所が微妙すぎて、で早稲田行ったら早稲田のオープンキャンパスがめっちゃ楽しそうで、ああ私文化構想に行きたいと思った。なぜかその時なんかキャンパスのなんか説明を聞いて文工に行きたいって思って、そう、あ、もう一個の候補はね津田塾とかだったんですけど、まあ、結局行かずに、そう、文化構想だったんですけど、ちょうど学校に推薦の枠があって、だから指定校推薦でね早稲田整形行きました。そう、普通に整形受けてたら受かってないかもしれないんですけど、そう、ちゃんの本当にゆきちゃんありがとうございます。そう、後ろボイプラ流れてる。もうずっとボイプラボイプラボイプラ。でもなんか電波が悪くてさ、ちょっとずつしか。ダラダラダダダラダダラダダラダダダレダダレダレダダダレダダレダダレダダ。人事の仕事はそう、もうしてないんですよ。短かった、結構ね、面接とかしてたんですけどね、私がね。そうそう、新生児懐かしいね。懐かしいですよね。実家に2ヶ月帰ってまして、今5ヶ月で男の子、嬉しい。男の子ママ仲間嬉しいですね。新生児ね、懐かしい。もうあの頃は戻ってこないって思うとね、めちゃくちゃ懐かしいですよね。動画どうしよう。でも今日はそんなめちゃくちゃ雑談ライブなので、残すかわかんない。眉毛ね、眉毛綺麗かな、どうだろう。こんな感じ。前髪があるから眉毛はあんまりこだわらなくなっちゃった。雨が続きますね。ね、雨の日は息子くんとどんな風に過ごしますか。うーん、
結構もうずっとお家でプラレールしたり、パズル、最近パズルハマってるんですよね。クモンのパズルハマってて、それをやってますね、ずっと。まああと長靴とカッパでお散歩したりとかもするけど、なんか水たまりに入られるのがマジで無理で、そう、なんか怒ってもしょうがないから怒らないんですけど、だんだんね外に出なくなる雨の日は。そう、実感から頼りながらお世話頑張りますね。そうしましょう。ほんと頼れるものはみんな頼った方がいいからね。息子のトイトレ成功しました、おめでとうございます。息子くん頑張ったね、おめでたい、おめでたいというかすごい頑張った。トイトレね、うちもねやってますよ。なんか保育園ではちゃんとさ、パンツでちゃんと自分でトイレも行くんですけど、なんかお家ではおむつ履きたがるんですよね。そうそう、まあちょっとずつですよね、ちょっとずつ。パンツね、おむつ取れるとだいぶ楽になりますよね。まいちゃんのライブ見れるの嬉しいです。ああ嬉しい、ありがとうございます。またねの方に、カラオケね一人で行けます、私は。寝かしつけ完了、おめでとうございます、お疲れ様です。ね、私は今日春休みなので、私のプチ春休みみたいな、そう感じで今一人なんですよね。だからここの扉を開けて YouTube を流してライブをしてます。あ、金子先生、そう金子先生、美容クリニックだよね。金子先生のところでグルタチオン点滴したらめっちゃ肌白くなりました。私こんなに手さ、めっちゃさ白くないですか。前こんなに肌白くなかったんですよね。もっとなんか黄色かったんだけど、このグルタチオン点滴マジでやばい、すごい白くないですか。ほら、なんかもっとね黄色かったんですよ、みかん色みたいな。でもなんかすごい白くなって、めっちゃ指長く見える、なんでだろう。そう、グルタチオン点滴ね、めっちゃいいです。今から寝かしつけ頑張ってください。そう、私もいつもねこのぐらいの時間になる、9時半とかね、本当は8時ぐらいに寝かせたんだ。健次郎先生お疲れ様です。ちょっとクリニック東京にできたと聞いて行きたいな。1歳3ヶ月さっき消防車握りしめて、かわいい、かわいすぎる消防車ね、わかる。なんかさ、車と一緒に寝たがりますよね。うちもなんか消防車とかいろんななんか硬い車と一緒に寝てます、寝てました。今はぬいぐるみとかだけど、そうそう、髪型のまだまだ教えて、あーそっか、そうだよね。これなんて言ったらいいんだろう。ちょっとさ、明日明後日とかちょっと宗師さんのサロン行くんで、その時聞いてみます。でもこの辺にとりあえずねレイヤーが入ってる、ここにレイヤーが入ってる、この辺そうで、どこしかわからない。そう、効果めちゃ感じてます。3回目のグルタチオン点滴行かなきゃ。こんばんは、ジェイジー。あ、男の子ママ、男の子ママ嬉しい。肌綺麗、肌綺麗、どこ、肌白くなりたい、肌白くなりたかったらグルタチオン、白くなりたかったらとにかくグルタチオンですかね。グルタチオンとビタミン C 点滴かな。白くなりたかった、多分ね。トイトレしてますよ、頑張ってる。でもなかなか進まなくて、まあね、ゆっくりね。ボイプラね、ゴヌクです、ゴヌク、パクゴヌク、ゴヌクね、ほんとユジンゴヌクで迷ってたんですけど、そう、あのこの間のトンボーイを見て完璧にゴヌクになりました。でも M カのさ、ゴヌクのさ、なんかこうやって歌ってるとこがちょっとなんか何と思ったけどね。え、そう、確かにワイナルね、危ういよね。次のさ、こなんだっけ、コンセプトバトルでしたっけ、あれのあれでファイナルかな、だよね多分。いや、そわそわてか、ゴヌクもそわそわなんですよ実際。わかんない、射程圏内かはわからない、難しいよね。ゴヌクはもうファイナルまでいくけど、
部内に入れるかが分かんない。新生児も男、あと新生児、ああ男の子、男の子かわいいですよね。東京は桜満開ですか。4月2日、4月2日って晴れるかな。なんか東京桜先週ね咲いてましたよね。でも今雨で結構散っちゃってるんじゃないかな。なんかお花見のタイミングが分かんなくて、お花見のタイミングを失いましたね。鼻の黒ずみはあれです、ハイドラジェントルっていうこの小鼻とかの角栓を取ってくれるやつがある、洗浄するやつがあるんですよね。そう、ハイドラジェントルを月1とか2月に1回とかやるとめっちゃこの辺綺麗になります。そう、あんまりない毛穴、この辺ちょっとファンデが浮いてる、こことかあんまりない。そう、ハイドラジェントルおすすめですね。髪色似合ってますか。嬉しい。ちょっとね明るくしたくてね、ずっと暗くしてたんですけど明るくにすることにしました。かわいいママって言ってもらえて嬉しい。息子さんが、あ、シンディちゃん、シンディちゃんかわいい、ありがとうございます。息子さんが羨ましいって息子にね言ってほしい。本当にすぐね、ママ嫌い、ママあっち行って、なんか最近すごいいろいろ覚えてるんですよね。なんかもう私がちょっと怒ると、もう僕は、あ、じゃあもうママ、もうママ嫌い、ママあっち行って、ママ変な人に連れて行かれてもいいのみたいな言うんですよね。ママ変な人に連れて行かれていいの、もうママとバイバイする、もうお別れなのみたいな何それとか言って笑っちゃいそうになる。笑っちゃいけないんですよね、そういうことね、言った時はね。リップタトゥーはもうほぼほぼ取れてます。アートメイクね、去年の3月とかに行ったからね、1月か、去年の1月とかに行ったから、まあうっすら残ってるぐらいですね。うん、また入れ直した。今は普通にこのリップを塗ってます。ヌグレイ、ヌグレイっていうリップね塗ってますね。鼻は気にならないけど、おでこの、あ、おでこもですよ。この T ゾーンってやっぱさ油が溜まりやすいから、もうこの辺とかこの辺とかこの辺とかの毛穴はそのハイドラジェントルっていう洗浄で取った方がいいと思います。懐かしい、ユープラスミガルプラが流れてる。ユープラスミヤタラ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 、ユープラスミスラブタタタタタタタ。ことみちゃん、マシュケイタ推しです。あー、マシュケイタ、ゴルフもトモイのロープの好きに、いや、ほんとそうなんだよね。ジョン、そうなの、今さ、スリーピックじゃないですか。ジョン、ジョン・ウゴヌク・ケイタ、私そう、ユン・ジョンウがさ絶対さ、てかすごいね、70何位からさ20何とかで今10何位ですもんね。ジョンウ君はマジでさ、あのき、なんだ、キム・ダヨンみたいな、なんか安心感、リーダーみたいな。そうだよね、もうさ9席じゃ足りないんですよね。ボイプラのレベルが高すぎて、今までのオーディション番組に結構一番好きかもしれない。ユンジョン、ユンジョンいいよね。ショットの方が好き。あ、なるほどね、そう言ってくれる人も多いですね。でも今伸ばしてるんですよね。いちごは甘お派ですか、とちおとめですか、とち、え、とちおとめかな。やっぱり終電解散するべきで、そうそう、絶対そうよ。4次会まで行くとなんかさ、よくわかんなくなっちゃうじゃんね。え、どうする、どうするみたいなさ、多分そうよ、終電解散ね。そうだね、脱毛は、あ、何回だっけな、医療脱毛、私大学生の頃にコースが終わったんですけど、何回ぐらいやったんだろう、6回ぐらいやりました。そう、全部ツルツル。リップティント使ったことないんですけど、おすすめ。でもなんだろうな、ロム&は安定に好きで、あとなんだろう、ティントね、 あとリリミュー、指原さんのリリミューもね好きです。ティント、うん、これヌグレイ、
ヌグレ、これマットなんですけど、なんかこんな結構ソフトマットな発色、ヌグレイってやつ。マットがマット、ソフトマットなんか最近流行ってますよね。だったらヌグレイめっちゃ良いですね。ツヤツヤだったらリリミューとかロム&とか安定にいいと思う。顎がシュッとしすぎ。本当ですか？なんかフィルターかかってないんですけど、なんだろう、昨日ボトックスリフトやったからかな。このフェイスラインに沿ってボトックスを打ったんですけど、そしたら結構シュッとなりました。眠いので寝ていいですか？どうぞ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 。お顔のたるみにいいのはなんだろうね、人によるんですけど、ハイフで結構上がる人もいれば、糸入れた方がいい人もいるし、あとヒアルロン酸で結構この辺のね、もたつきとかが解消する人もいる。そう、糸リフトね。まあ糸リフトは結構なんだろう、半年ぐらい持つのかな。そう、持ちましたね、たるみ。そう、ハイフ、糸リフトやってからハイフとかでも結構その糸の効果が持続したりするらしい。そう、結構組み合わせてやってましたね。応援してます、ありがとうございます。嬉しいね、ジョーの男らしいところが間違いない。なんかさ、8話だっけ、前回のなんかマジンシャンがちょっとよくわかんないことをさ、またパートのことで言い出した時にさ、なんかダメだぞ、分かったなみたいに言ってるところがマジでかっこよかったね、ユンジョン。あー、前髪いいね、ありがとう、嬉しい、褒めてくれるじゃん、嬉しいね。可愛すぎる、ありがとう。今カラコンディファインかな、ディファインつけてます。基本つけないんですけど、今ちょっと透明のコンタクトが品切れ中で黒いのつけてます。ハートしてください。髪伸びたよね。そうなのよ、結構伸びた。もうちょっと伸ばしたいと思って今頑張って伸ばしてます。一番おすすめの美容クリニック、なんか用途が違うんだよな。なんか点滴ならこことかさ、そう、点滴ならこことか、肌管理ならここみたいな、なんだろう、ハイフならここみたいな、いろいろあるんですけど、いろいろあります。もう全部行ってるところは全部良すぎて、糸リフト全然痛くなかったで、小筋麻酔なんですよ、だからふわーってしてる間に終わります。そう、投稿のおかげで、美意識の勉強になる、そう言ってもらえて嬉しいです、ありがたい、頑張ります。辛い時は疲れた時のリフレッシュはいつもどうされていますか？どうしてるんだろう。結構私はあんまりストレスがたまりにくいんですけど、なんだろうな、疲れた時はもうなんかご飯とか作らずに、結構お寿司買ったりとか、そう、なんかデパートとかでお寿司買ったり、そうだね、ウーバーイーツしたり、なんかとにかく手を動かさないこと。結構最近なんかこういう甘いもの食べてます、マカロンとか食べてます、フルーツ食べたり。そう、やっぱ糖分をね、分かりやすくね、糖分ぶち込むことがね、一番ね、なんか元気になるよね。ブーソクスン、バジャーの頃からファンです、ありがとうございます。もう何年前だ、6年前とかですよね、え、ありがたい。6年前か。バーバレブーソクスン、ダンダンダンダラダンダンダン、めちゃくちゃ可愛いです。美容医療とかもあんまり隠しなくて素敵です。そう、もう超オープンですよね。なんか結構さ、まあ数年前、それこそ 4、5年前はさ、結構みんな隠してるじゃないですか。でも最近になって結構オープンにさ、してもいいよみたいな風潮になってきて嬉しい。全然
全然全部言っちゃうけどな。タラタタタタタタラランタララチチチ。肌の毛穴が目立つんですが、メイク以外での対処法は何がありますか？肌の毛穴、毛穴なんだろうな、レチノールコスメとか、あ、スキンケアでもいいのかな。スキンケアだったらレチノールとかじゃないんですか。なんか肌の引き締めとかターンオーバーを促すみたいな。そう、あと美容医療だったら毛穴だとなんだろう、フォトシルクとか IPL ってなんかレーザー系とか当てたら結構毛穴はすぐ改善する気がします。ポテンザとか。そう、何のディファイン？普通の多分さ、真っ黒のディファインです。これ真っ黒、ただの真っ黒のディファインです。シンプルな。キングダムの歓喜将軍が死んでしまってた。それはごめん、わかんない。将軍が死んでしまったんだね。結構主要キャラだったのかな。クリニックどうやって選びますか？いっぱいありすぎていつも決めきれないんです。そうだな、なんか恵比寿の X クリニックってところで結構肌管理してるんですけど、そこは友達が働いてて、でその友達になんかめちゃいいから来てって言われて、なんか一回行ってみたんですけど、まあそうだ、なんか親しい人の口コミかな。やっぱなんか Google とか Twitter なんだろうな、 Google とかそのホームページの口コミってあんまり見てなくてね、あんまりなんかあれじゃないですか。そうだから本当にリアルな友達の紹介とか口コミで決めてます。結構友達でそういうのみんなシェアしてハイフとかだったら結構私の周りに友達、インフルエンサーの友達みんな行ってるとこがあったりとか、そういう感じで情報共有してますね。そうだから逆にあんまり他の新しいクリニックとかは知らないかも。リアルな口コミがね一番大事。バチェラーで一番好き、ありがとうございます。どんな男性がタイプですか？どんな内面で、内面か、なんかあんまりオレオレしてない人が好きですね。オレオレしてない人、なんか自分みたいな、自分の話ばっかりする人、なんだろう、人のなんだろうな、自信過剰なタイプがあんまり好きじゃないんですね。うわーって思っちゃう。うわーって、あ、それそうか、嫌いなタイプか。タイプどんな男性がタイプ、内面なんだろうな、なんかもう勝手にレディーファーストできてる人がいいんですよね。レディーファーストっていうか、なんだろうな、難しいね、大事大事みたいな、優しくしてくれる人、優しさ大事だな。コウコさんとリョウコさん結婚じゃねー、結婚しました。あの二人超いいです。あのカップルなんかすごいオーラがすごい、もうなんかすごい佇まいからもうなんか発光してますもんね、キラ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 みたいな、超お似合い、おめでとうございます。意外と絡んだことないんですよね、コウコさんもリョウコちゃんも、リョウコちゃんとかでリョウコさんも。バチェラー4の出てた人、マリアちゃんとか彩香さんとか、そうご飯行くんですけど、小口さんとか、そうそうそう。 WBC 見てない、私全く見てなくて WBC。 そうなんですよ、クリニックの方かと思うくらい詳しくて。そうクリニックね、そういうのめっちゃ行ってるから、何かあったら聞いてください。いつでも、でもプロじゃないからね、ちゃんと全部正しいこと言えるか分かんないんですけど、まあ、体験ベースのことだったら話せます。何でもいろんなね情報があるからね。あ、大吉さんだ、髪の毛ありがとうございます。いつもあの頃みたいなボブにしないんですかね。なんかボブなんか懐かしいなと思うんですけど、なんか今ねボブにしたら服が似合わない気がして、しばらくちょっとね伸ばしますね。メンズエステに行く男性ってどう思いますか？メンズエステ、メンズエステってなんだ、どういうお店なの？メンズエステって風俗とは違うのかな。全然いいんじゃないですか、みんな癒しが必要だからね。ニキビ医療、
ニキビはマジで分かんない。ニキビ跡とかだったらレーザー、そのポテンザとかさ、他のレーザーとか結構効果的かと思うんですけど、ニキビができたところはちょっと分かんない。ニキビ注射とかねあるけどね、私やったことないんですよね。何にもしないのが一番マジで。タタタタン、ポテンザとヴァンパイア、ポテンザとヴァンパイアどっちが良かったか、どっちだろうな。ポテンザかな。全然ポテンザ、全然ポテンザです。ヴァンパイアってさ、結構あれですよね、 PRP みたいな感じですよね。よし、ヴァンパイアはその血を取って遠心分離かけて上澄みをまた顔にダーマペンみたいな感じで入れていくやつなんですけど、なんか正直ヴァンパイアは何回も何回も重ねないと効果が分かんなかったです。そう、でもポテンザはなんかダーマペン4回分がポテンザ1回分って言われてるぐらい、その1回で結構何もう 全顔の悩みが解決しますよみたいな、そのぐらい結構効果がね高いって言われてるからね、なんかコスパ的にも全然ポテンザの方が良かったなって感じ。エビスで雨かけにしました、恥ずかしい、いましたいました、超いた。エビス大手の美容クリニックは行きません。前ね品川で、それこそ一番最初に美容の入り口は品川でレーザーとかやってました。そう、でもその後あったらヒアルロン酸を入れるとか、なんか目をちょっとするとか、そういうのは大手じゃないですね。そうって感じ。眠いよね。外見こわもてはどう思いますか。こわもて、え、全然いいと思います。元彼は結構そういう感じでした。顔怖かった。パッと見、有吉ゼミの激辛対決に出てほしい。あのみんな食べてるよね。でも最近さ激辛を食べなくなって思ったんですけど、あ、なんかね頻度が減った、激辛を食べる。そしたらなんかさ、あれ慣れないよね、辛いのってね、結局ね。そう、ハイドラジェントルのおすすめクリニック、ハイドラジェントルも結構どこでやってもまあ一緒って感じではあるんですけど、私はいつも恵比寿の X クリニックってところで行ってます。なんかそこが結構肌治療の肌管理のメニューが多くて、そう結構組み合わせてやったりできるから、そこいいですね。あとなんだっけな、肌ラウンジ、まだ行ったことなくて私も気になってるんですけど、月額でなんか受けれるんですよ。ハイドラジェントルとなんとかなんとかで、美容内服が1ヶ月分セットで、まあ、何個かコースがあって、一番安くて多分月3万ぐらいなんですけど、なんかその定額でね美容がいろいろできるみたいなクリニック、そこにハイドラジェントルのメニューがあった気がする。ハイフとかもねあったんですよね、レーザーとか。そこ気になってる。パチランの敵からファンです、ありがとうございます。ポテンザめっちゃ良かったです。マジ今まで受けたその肌管理メニューの中でポテンザがダントツ良かったです。マジで本当にダウンタイムもないのに出血もないし、ここがちょっとなんか赤くなるぐらい、マジでポテンザはすごい。またね4月にこうセルリターンやっちゃったから1ヶ月はできないから、また次4月の末ぐらいに、ね、行くんですけどね。なんかこの辺のツヤとかキメがふわって整う。マジで良い良いポテンザ。世の中の真実は分かっているところだから。いや、ありがとうございます。そうかな。シミ取りでおすすめのクリニック、まあ、シミ取りもね、まあね結構どこもね、どこもそんなね一緒なんよ。だから本当になんかコスパ、取り放題メニューがあるところとかで選んだ方が多分良くて、でもそんな行ったことないんですよ。品川かもう一個のところか、あと恵比寿の X クリニックってとこなんですけど、でも私シミ取り恵比寿のその X クリニックでやりました。取り放題結構安かった気がする。そう、バチェラー全身染めてました。見た目の中身もめちゃめちゃ、ありがとうございます。そんな嬉しいな、そんなね言ってもらって。ニキビ跡の医療、ニキビ跡の医療、なんか レーザーとかポテンザとか食
そっち系ですね、医療で言ったら。そう、ダイエットしてます。ダイエットね、今してますよ。ダイエット今ちょっとずつ、半年で6キロぐらい痩せました。そう、結構ね、痩せたからね、この間そのクリニックでここへこんだから、ヒアルロン酸また追加したんですけど、どんだけやるんだよって感じですよね。そう、大変、お金がかかる、大変ですね。なんか飛ばした？あ、ダイエットしてますか？してます。目も鼻もやってますよ。でも鼻はヒアルロン酸だけ。にそうです、ありがとうございます。タタ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 タ、結婚願望はね、あります。とりあえずあります。いつかっていうか、まあ2、3年のうちにしたいなみたいな。でも友達とかに言うと、結婚願望ないと思ってたとかってめっちゃ言われる。今が楽しそうだから結婚願望なさそうって思われてるらしいです。まあ、それもね、一理ある。どうなんだろう、結婚できるのかな、しようと思ってないのかな。でも結婚したいんですよね、一応。結婚しなかった理由、当時ね、結婚もともとする予定だったんですけど、まあね、いろいろとね、ちょっと噛み合わなくなってしまってね。そう、あ、中村さんこんばんは。中村さんが載せてた蛍光補水液のやつが気になってスクショしちゃった。買いたい、私も。そうそう、中村さん学資保険って加入してないです。なんかね、加入なんか保険考えなきゃなって、ちょうどなんか母とも話してたんですよね。全然わかんない、子供の保険。肝斑は結構内服でいけると思います。トラネキサム酸とか、シナールトラネキサム酸ユベラとか、まあユベラ、うん、かな、のセット割と飲んでるんですけど、肝斑はもうそれですね、トラネキサム酸とかでアプローチしていきながら、そう、トーニングとかしながらみたいな感じかな。私も肝斑は結構わかんないんですよね。飲み薬ずっと応援してます、ありがとうございます。次はいつライブ配信してくれますか。結構気まぐれなんですよね。たくさんしようと思いつつ、いつも息子が寝てからさ、私もやろうって思ったら結構寝ちゃうしね。そう、結構すぐ寝ちゃうんですよ。頑張って起きてライブしますね。愛ちゃんは今恋してますか。今恋してません。恋してないんですよ、なんかしばらくしてないですね。そういえばそういえばしばらくしてないな。キュンキュンとかしてみたい。ゆいかさん、キュンキュンとかしてない。松江区派ですか、松葉派ですか。松葉です。もうだいぶ落ちてきてしまったけど、行ってます。松葉、新宿のね、なんか舞ちゃん、吉野舞ちゃんって。足汗は結構私ね、毎日お風呂入ってます。お風呂でなんか壺みたいなをしてます。それとむくみをためないことかな。そう、好きな人はいますか。好きな人ね、いないんですよ。いたいよね、いてほしいよね。なんか前スキピがみたいなさ、結構ね言ってたじゃないですか。もう一瞬で終わりました。難しい。ママお疲れ様ですね。ね、みんなお疲れ様です。学資とか窓口系は基本無駄なお金も取られるので、あまりおすすめしないで。ニーサ、あ、なるほどね、窓口、そうなんだ。積み立てニーサ、ジュニアニーサはね、そうやってます。治安いい愛ちゃん、愛心さん、治安悪い愛ちゃんはね、知ってるからね。お気に入りのコスメはありますか。でも最近これかな、これですね、このヌグレイのこのティントが結構今メイクしてます。肌塗って、でも薄いです。最近アイシャドウあんまり塗らない。涙袋とかまつげとかアイラインはするんですけど。そう、初対面こわもてすぎて惹かれすぎて仲良くしてもらえない、どうしたらいいですか。難しいね。なんか、うん、
初対面でも初対面もっとなんか自分から話したりニコニコしたりするとか、わかんない。顔の印象ってなかなか変えれないからね。雰囲気醸し出すオーラでね、なんかカバーするしかないよね。新ママどうですか。でも結構ね、思ったより楽しいですよ。なんか自分の自由にできるし、時間とか、そうそう、なんかあんまりその第三者に気を使わないしね。そう、あんまり新ママで困ってることが今ない。まあ息子がもっと例えば大きくなって、なんか学校とかでいろいろ比べる対象ができてしまった時に、なんかそれをどう対応、どうケアするかなみたいな、その心配はあるんですけど、それ以外はね、今のところ新ママで困ってることが何もないですね。まあなんか誰かに相談したいなみたいなさ、ちょっと頼れる存在が欲しいなとかも思ったりすることはね、そりゃありますよ。そうだから結婚したいっていうのかもね。そういう時にあんまりでも思わないけど、今日は飲んでないです。今日はね、お水です。これ最近この水にハマってるシリカそう、楽天でずっと頼んでた美容堂ってところのシリカ水が売り切れちゃって、しかもシリカにしました。ダイエット系ね、まとめたいですよね。ずっと言ってるんだけど、何が知りたいですか。ダイエットモチベ、方法、食べ物、内服系、何がいいのかな。今の髪型めっちゃ濃い、嬉しい。ここのレイヤーがね入ってるんですよ。レイヤーいいですよね。でもちょっとパサパサが目立っちゃう。パサパサはしてない、サラサラしてるんですけどね。上まぶたのくぼみ、これ上まぶたのくぼみはね、額にボトックスったら結構あれですよ、あの解消しますよ。あいちゃんの顔が理想です。目の切開の、私ね、全然失礼じゃないんですよ。目の切開は私プリモでやったんですけど、多分今私の時の執刀医の先生が多分今メインでやってないんですよね、多分。そうだからね、二重だったら、あ、違う、ロールっていう表参道にあるクリニックがあるんですけど、そこの力先生、多分力先生って TikTok で多分結構有名な、ね、方とか有名なのかな、 TikTok とか多分やってるんですけど、力先生が二重は上手だと思います。切開かな、力先生切開もやるのかな。埋没なんかがすごいね、上手、めっちゃ上手です。めっちゃ上手な先生がいるんですけど、そう、ロールクリニック、表参道のロールクリニックの力先生がお目目は上手だと思います。めっちゃ可愛いです、ありがとうございます。結婚する男性に一番求めるのは何ですか。何、難しいね。なんだろうね、ちゃんとしてること、仕事頑張ってること、なんだろうな、家庭、難しいね。一番って、結婚したことないから分かんないやね。あ、10時ぐらいまでって言ったので、じゃあそろそろ終わりますね。みんなありがとうございました。そろそろお風呂に入ってきます。また美容トークしましょうね。シミ取りにしたことあります。恵比寿の X クリニックってところがおすすめでした。おー、火事かな。ということで終わります。見てくれてありがとうございました。また美容まとめしますね。ではでは、あれ終われない。